こんにちは。コミュニティの投稿でお知らせしましたが、当チャンネルの収益化が剥奪になりました。今回で2回目です。前回は再審査請求が通り復活しましたが、今回は再審査請求が通らず、次回は1ヶ月後に再度審査という形になります。前回ご紹介したマッチ売り嫁で予告した、スードン嫁については、サブチャンネルの方にアップしています。概要欄にリンクを貼っておきます。当チャンネルでは、当時のスレの雰囲気を、テキストで読むよりもわかりやすくお伝えする、ということを大事に動画編集してきました。そのため、ハウストロケや、〇〇嫁シリーズのように、相談者同士のつながりや時系列での関係性などを大切にし、紹介しています。スレごとのつながりがない動画はいくつか削除しますが、今までの動画は、基本そのまま残す予定です。今後、当チャンネルの収益が復活すると、こちらでは今まで通りのスレ紹介を。今回作ったサブチャンネルでは、スレ同士のつながりがない短編を紹介していこうと考えています。しばらくは、サブチャンネルにて投稿をします。動画編集の方法などを検討しながらなので、更新頻度は下がるかと思いますが、サブチャンネルも見ていただけると嬉しいです。概要欄にリンクを貼っておきます。これからもよろしくお願いいたします。